4月となり公式戦が本格的に始まってきました。この日は品川区連盟春の大会。この日からクーニンズに新しいウェアが加わりました。外野を守るクーニンが着用しているのがアンダーアーマーの新作ウェアです。今回アンダーアーマーさんに新作ウェアを提供いただきました。今回のウェアはルーズフィットタイプで肩幅にゆとりがあり、前かがみ動作やバッティングの動きを妨げない野球に適した仕様となっております。まあ、僕もねアンダーアーマー大好きなのよ。大体もう着てる服アンダーアーマーですね。ローリングスかアンダーアーマーで8-2でねアンダーアーマーなんですよ。だからねすごい嬉しい。アンダーアーマーさんありがとうございます。マジでウェアはアンダーアーマーです。僕はずっと着てます。まあ、過去の動画見てもらったら分かりますよ。2016年の後半ぐらいからですね、ずっと僕はですねローリングスかアンダーアーマーで、アンダーアーマーが8-2です。めちゃくちゃ着てます。もう常に着てるんで、そのぐらい好きなウェアです。ずっと着てきますよ今年も。最高です。かっこいいです。かっこいい。はい、クーニンズウェア欲しかったんでめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。このシューズどうだい。シューズシューズえめちゃくちゃいいっすよ。履き心地はどうですか。履き心地最高っす。僕電車移動とかもたまにあるんで馴染みやすくて、この色めっちゃ好きです。で今回は、はい、見てください、クーニンズロゴどこにも入ってません。確かに。みんなが最高。 こっちお金かけて入れてるのにクーニンズって分かっちゃうから嫌って声が多いから外しましたよ。いやこれ軟式野球界でそのクーニン TV 知ってる人ってやっぱ多いじゃないですか。だから僕会社とかでもあれクーニン TV で見たんですけどみたいな、あのリオの1日めっちゃ見ましたとか結構声かけられること多くて、逆に恥ずかしいですもん。なんかクーニンズロゴ入ってるとすぐバレちゃいます。だそうです皆さん。だから電車でこうクーニンズロゴ入ってると声かけられるので恥ずかしいそうなので今回外しました。まあ、こっち予算もねかからなくていいけどねあれまたプリント代払ってたからね毎度毎度結構いい値段しますもんね。結構いいです。確かに確かに。普通に10万とかいっちゃうから確かに一番似合ってるね緑川。ありがとうございます。僕大好きなんですよアンダーアーマーの。あ、そうなの。これ前3年前ぐらいにもらったやつ今でも着てるんで。アンダーアーマーの良さは着やすいですね。なんかすごい楽なんですよ。でかっこいいし楽なんでもう間違いないです。どうだいデコボココンビ。どうだい弟。どうだい。お、痛い痛い。知らんぞお前この靴がいいんですよ僕は。もうこれ大好きなんで2足目買いました。このグリップが良くて ねでどう。いやいやいやこれでしょやっぱりこっちこれかっこいいよ。これかっこいい。じゃあなんかねこれはねなんと水戸天気祝いやな。水戸っぽいねこの色。水戸色。水戸色してる。水戸っぽいこれ。水戸カラーしてる。水戸っぽいこれ。タイトっすよね。ふくらはぎとか太いんで僕とか。これ若林さんサイズはこれ何本。これ XXL です。 XXL ふくらはぎこれはち切れそうふくらはぎがやばい。俺 XL やからね。でも見てこのふくらはぎのはち切れそうかここ細い。このはち切れチャックあるからね。まあまあそうチャックでこれ脱ぎやすい。もなる脱ぎやすいけど俺の高校の時はあの女子があの冬場とかさスカートにジャージ履いてこうチャック製だったから俺らの体操服チャック開けてたね。でルーズソックス出してた。ああ出た。あーなるほど。ルーズソックス履けるねこれ。ルーズソックスの時代じゃないんだ。いや来てんだよ最近また。また時代って回るんだね。回るんだね。回ってんだ。来てるでやっぱ水戸っすよ。水戸多分それですよ。お前がその女子高生のルーズソックス事情知ってるかはちょっと置いとくけどということで皆さんに悲しいお知らせですが、小野寺は水戸転勤となり東京から茨城に転勤となりました。片道140キロ以上。小野寺転勤に伴いクーニンズを卒業か。東京を離れる前にこれが小野寺のクーニンズ最後の試合となるかもしれません。その試合の先発ピッチャーはライアン岩本、クーニンズ2年目の投手。この日はあいにくの天気。雨の中制球を乱し、なんと初回押し出しで1点を先制されます。先制されたクーニンズですがその裏ツーアウトから3番イカイダー。打ち損じた打球もこれが間にポトリと落ちました。ライト前ヒット。さすがは打率7割男。そして4番はジャスティス上野。一塁にイカイダーを置き、よっしゃ
レフトクリーンヒット、イカイダーは三塁に進みます。ツーアウトからチャンス拡大、ランナー1、3塁のチャンスで5番バッターは西下、持つバットは SSK の MM18、 レガシーから MM18 に乗り換えた西下、これも間に落ちました。イカイダー帰ってきて同点となります。なおもランナー1、3塁で一塁ランナー西下盗塁をします。止まった西下、この間に三塁上野がホームへ帰ってくる。クーニンズ軌道破壊で2点目、勝ち越しました。さあ逆転してもらったライアン岩本、雨でコンディションが悪い中なんとか粘りの投球、その後は失点許さず。そして2回、水戸市民となる小野寺に打席が回ってきます。その小野寺、抜いた球を捉えました。完璧に捉えた打球は2面球場、深いところに守っている外野の球を越えます。これは悠々ランニングホームランになりそうだ。高めのボール、小野寺がしっかりと捉えました。打ったバットはレガシー、ランニングホームラン。小野寺は昨年もアンダーアーマーさんの予約がかかった検証試合でホームランを放っております。スローで見てみましょう。アンダーアーマーのランニングシューズが気に入りすぎて乱収で打席に臨んでおりました。さあ小野寺の卒業ホームランが飛び出し、打線はイケイケオセオセムード。イカイダは2打席目フォアボールで出塁します。そして4番上野、センター前ヒット、2打席連続のヒットでチャンス拡大、さらには積極的に2塁を狙います。積極走塁で得点圏のチャンス。このチャンスに MM18 西下捉えました。打球はぐんぐんと伸びる、ライト線に長打、上野が帰ってきてこれがタイムリースリーベースヒットとなります。 SSK MM18 に相性の良さを示している西下、そしてこの MM18 西下に釣られてリオも使い出す。そのリオもレフト前ヒット、さらには積極走塁、二塁を陥れます。ツーベースヒットとなる。クーニンズに MM18 旋風を作ったのはこの男、楽天市場に野球ショップを出店するベースボールタウンさん。そこの YouTuber 社員でありクーニンズメンバーの司くんは MM18 の愛用者。クーニンズの MM18 ブームは彼が作りました。なおそんな MM18、 新しくミドルライトも出たそうです。ミドルバランスの軽いタイプ、動画概要欄にリンク載っけておきますのでぜひチェックしてみてください。さあそして再び小野寺にチャンスで回ってきました。ランナー二塁にリオを置き、変化球打っていってファール、これが若林に当たる。小野寺と仲良しの若林、嬉しそうだ。追い込まれた小野寺、最後はまっすぐ当てただけ、セカンドゴロでした。しかし小野寺の活躍はこれだけで終わりません。第3打席ピッチャーが変わりました。またも変化球捉える。この日まっすぐにタイミングが合っていなかった小野寺、変化球に絞っておりました。外野の頭を越えてベースを回る、快速の小野寺三塁も回り、この日2本目のランニングホームラン。この日はクーニンズ打線が爆発しました。ルーキーのキャッチャー福田くん、レフト前ヒット、打てるキャッチャーの福田くん、クーニンズ加入後は打率4割、
打力はキャッチャー陣でナンバーワンかもしれません。そしてこの日はレフトの守備位置につく緑川、ここでエンドランのサイン、ヒットとなります。そしてその後ツーアウトとなり、チャンスでイカイダーに回ってきました。イカイダーはこの日1打数1安打1フォアボール、3打席目。うまいバッティング。しかしこれはライトフライ。イカイダー2打数1安打、打率が下がりました。そんなイカイダーの4打席目。ここもフォアボール。この日は3出塁ながら打率は下がる、異次元の世界にいるイカイダーでした。そしてお相手の湾岸ベースボーイズさんも鋭い打球連発でした。しかしながら点差優位で長打ケアしていたためゆとりを持って守れました。そして最後は緑川、レフトに飛んだ打球、難しい配送を超ファインプレー、キャッチャー以外でもビタ止めでした。そして試合後は小野寺の卒業インタビュー。本日は2ホーマーをしております小野寺に来ていただいてます。どうもです。はい、今日はホームランすごい大きかったですけど、狙ってたんでしょうか？はい、狙ってました。狙ってたんですね。あれ結構完璧な当たりが1個とドライブ気味のが1個でしたけど、どっちの方が気持ちよかったですかね？まあ、1本目ですかね。やっぱそうですよね。2本目はちょっと捉え損ね感は、捉え損ねがあってカーブだったんですけど、はい、ちょっとタイミングが早くて、はい、で外野が出てきてくれたみたいな感じ。ああ、なるほど。まあ、ホームランになってよかったですね。あ、ストレートのスピードについていけなくて、あ、チェンジアップが、それちょっとダサいやつですね。以上です。多分2週間3週間もう1ヶ月ぐらい休んでたんで、1ヶ月ぶりですね。はい、多分目が追いついてないんで、これからじっくり休んでいただこうかなと。まあ、いいコストパフォーマンスなんじゃないでしょうか。はい、以上です。しかしなんと小野寺から水戸転勤になりましたが、クーニンズはやめません。水戸から通います、車買います、そう言われました。クーニンズ大好き小野寺、卒業せずに水戸から都内まで通います。今日の動画は以上です。気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。